ボクシングの WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチが29日、日本時間30日、米アリゾナ州フェニックスで行われ、同級1位のジェシー・ロドリゲス、米国、帝県、が同級王者ファンフランシスコ・エストラーダ、メキシコ、に7回 KO 勝ちし、新王者となった。エストラーダを沈めた強烈左ボディの映像が公開されると、信じられないショットだ、美しいと海外ファンを仰天させている。 崩れ落ちた王者がキャンバス女王のたうち回った。4回に最初のダウンを奪った挑戦者ロドリゲスだったが、6回には右のカウンターを食らい逆にダウンを喫した。決着は直後の7回だ。接近戦の中、ロドリゲスの強烈な左ボディが炸裂。倒れ込んだエストラーダは悶絶したまま立ち上がることができず。レフェリーが試合を止めると、新王者は不敵な笑みを浮かべた。 バムの愛称を持つロドリゲスの慶応劇を栄光業を覆うてマッチルームボクシング公式 X が動画で公開。バムがエストラーダをボディショットで倒し、7回で終わったと記した。海外ファンからは、こんなカウンターボディショットを今までに見たことはない。美しい、信じられないショットだ、とんでもなくえげつない、彼は殺し屋だ、あの笑顔、などと驚きの声が上がった。 24歳のロドリゲスは IBF&WBO 世界フライ級王者で、世界で最も権威ある米専門誌ザリングの PFP ランキングでも試合前の時点で9位に入っている。これで20勝、13KO、と負け知らずの20連勝だ。世界2階級制覇王者で34歳のエストラーダは初防衛に失敗し、44勝、28KO、4敗。 KO 負けはキャリア初だ。同志はジェシー、バム、ロドリゲスが7回 KO でファン・フランシスコ・エストラーダからリング氏と WBC の王座を奪うと題する記事を掲載。記事によると、ロドリゲスはイオカマルティネスの勝者とやりたいと主張。7月7日に両国国技館で行われるイオカカズシセイとフェルナンド・マルティネス、アルゼンチンの WBA。 IBF 同級王座統一戦の勝者との対戦を求めているという。